先輩後輩でもないね。いやいやいや広瀬さんの作品見てどうですか？いやもう完璧です。最高です。優しいね。先輩後輩のやり取りが見えました。気づかないです。お二人は同じ事務所の先輩後輩と伺ったんですが、普段から交流は終わりですか？年に何回かこう事務所で集まることはあるんですけど、コロナ禍に入ってからそれもなくなってしまい、うん、そうですね。なんかでも同世代、同世代なんです。年も近いですよね。そうなんです。だから先輩後輩でもないね。いやいやいや。でも本当になんか誕生日とか何かあるたびにメッセージくださったりして、ずっとあのご飯行きましょうという話はずっとしてるんですけど、なかなか今は。じゃあ今日はチェキを使ってより距離を縮めていただければと思います。さあではまず広瀬さん、どんなお写真撮ってくださいましたか？おこちらです。大きなお花ですね。すごい描くのも割とこう難しいですけど、それがこうどんな風に出来上がるかがワクワクしながらやってたんですけど、ちょっと一発目真顔だったんですけど、あれこれすごいいい笑顔だ。あのマネージャーさんに笑ってって言われたので、テイク2だったんですね。そうです。もうちょっとシュールに出来上がるのがすいません。これはエフェクトは何使われました？あのスプレーというものを使ったんですけど、まあ、青だけじゃなくいろんな色があってこう描けるものなんですけど、私は最近ちょっと青にハマってたので。あ、そうなんですね。そうなんです。割とシンプルにデザインは出来上がったんですけど、すごい楽しかったです。今日の浴衣もね、青系で。あ、素敵です。本当にすごい好きな人目。ちょうどぴったりですね。そうです。はい、素敵な作品ありがとうございました。伊原さんはどんな写真を？これです。軽くな出るかな、出ますか？お読めます。広瀬さん読めます？インスタックスって。あ、そう。あ、すごい。そうなんです。あの撮った場所が背景何もなかったんで、うんうん、何しようかなと思って、今回これはあのなんかスプレーと、はい、あとネオンのを使ったんですけど、ちょうどこのピンクので、ここ真ん中が光るので、それに合わせて真ん中をネオンにして、なんか浮いてるみたいな感じにしてみました。すごい、2種類使いこなして。はい、すごい。広瀬さん、ご覧になっていかがですか？先ほど言ったセンスというものがごめんなさい。センスがかわいい、いい意味で出てるってことですね。いや、すごいおしゃれ。おしゃれ。本当ですか？しかもりっかちゃんが絵がすごく上手、そうデザインがすごく上手ってイメージがもともとあったので。そうなんですね。ちょっともうちょっと私もなんかやれば。伊原さん、広瀬さんの作品見てどうですか？いやもう完璧です。最高です。優しいね。最高です、はい、先輩後輩のやり取りが見えました。気づかないです。心から心からです。